さあ、しかし残る。さあ、お兄さん行くか。露払い、どうか。もろ手、あ、丁寧に見ていましたね。さあ、サンドでストレート。いやー、しかし お兄さん見せてくれましたね。うん。久しぶりですよ、ベッツレー。最初はサテアンと。さあ、最初はサテアン。パッケージはおそらくライブラリーと。王様の得意なステージでもあると。さあ、アキラ対高梨。さあ、またちょっと8問回だ。さあ、これいい。ミドルよろけからゲックから浮いている、うん、ジャンプでのアプローチだね。そうですね、ミドルよろけ。さあ、ゲック本にはしっかり投げを返していく。上手投げ。さあ、そして川中がきれいラインを上げる。ところがガールしている、うん、さあ、ここもしっかり勝手反撃。野党長州から下調整。さあ、残りは9秒。さあ、早い得体が決まると。さあ、まずは王様。さあ、これは早い。そう、うん、さあ、しかし桜まだ当たらないと。さあ、ここも勝手反撃。さあ、正気なし戻ってといったところからガールがある。ゲッキホからビュンと少々だ。ベランケルキ前に出して、うん、一歩待って姿勢を見てから勝ち上げ。さあ、よろけが取る。ゲッキホ、さあ、これはどうか。トルクはそこもガードしていたと。さあ、サンタデストレード。サクヤンが攻めるんですけど、王様がね、王様に打ち返しましたね、なんかね。あのガードのバランスが良かったよね。その投げ振りが怖いと思うところでもちゃんと割り切ってガードしてたってところで、ね、この手もしっかりガードして。そうそう。さて、続きましては、何とか見えてる、兄さん。東京エンカウントさあ、ワンピーガーが今できた直接チームガタクレと、うん、やはり猫語。さあ、先に宮内を投入と。さあ、高梨2枚と、うん、さあ、宮内がリードの展開。これにしても、あ、そうかそうか、これはサトヤンステージ。さあ、いい斬撃。さあ、川田くらきを決め、中払い。これ、繋がっているのか。繋がってましたね、今ね。うん、繋がっているように見えたね。はい、さあ、リュウエイさんから、肘、守る人、後転で。さあ、ここは肘の煙幕。ああ、2人の展開が早いですね。早いね。さあ、川田くらき、岩石ぶちかまし、中払い。さあ、この低いアングレーションを利用して、さあ、当たらない3発目は出さないで、仕掛けるアプローチ。肘をガードして、無理に攻めない。さあ、しかし、そこに待っていた、つむじ蹴り。全然さあ、オンラインの病が。さあ、前に出るが、ここが勝ち上げ、そして打ち切ると。さあ、宮内がリーチ。さあ、見切っている。ラスト揺れた。私が見ていました。さあ、戻って国王の上げ2人に勝ち上げ、うん、いいアプローチだったんだ。少しは見せたよね、リングアウトね。ヒットはしないんだけど、体ロースアプローチ。俺も今曲げるようになったと思う。人間かどっかみたいな感じなんですかね。いやいやいや、そうじゃなくて、体を押そうとしたんだよ、最後の。いい追撃するんだって。さあ、肘下ろすからミドルキック。ジャンプで超えなく。さあ、サプラン、ここからうまく起動してしっかりミドル回復しているな、PDD。さあ、宮内の勝利。さあ、ガタクレ大将はなんと違う。さあ、温かい。もう私が見る限り、文字合いでは、ね、すごく苦戦を強いられていた対宮内戦。さあ、どこまでアップデートできているか知るか。
パス差し差しお構いなく選球体、ミドルキックがある肘がカウンター差し差し、これはね上にも判定がある選球体と、なんと天使っぽロケ天のガード、さあそこから甲州体どうか、11勝選手を避けたところで TPK と宮内が1本取り返す形、下パンシップを挑戦して肘カウンター、さあしかしそこで TPP 選球体、さあラインを上げていくのはチルター、2発目3発目インアウト、これはなかなかねモーションも見づらいし、確かにさあキャラクターとしては珍しいくなってですね、青い対リオン、もちろん姿勢が低い動作ですね、うん、さあチルタ対伊藤お腹ちっちゃいもんじゃ、しょうがない背中を取る、さあバンチをよろっけ、さあ欧州肘当てガードしている、さあダウンを取ってしっかり締めていくのチルタ、さあ早い投げのアプローチ、この方です、うん、TPP と最後ゴム、うん、さあ選球だ、うん、4P 投げはね、うん、一瞬間飛んだという感じですかね、そうかもしれないね、もしくは下段とかね、うんうん、さあその上で避け方向を原川の 4P と今この幅ですね、うん、さあ甲州台で止める、パスタ、さあ肘カウンター止める、さあ珍しくいなしを使う、そうですね、さあカウンター、しかし間に合わない、さあカウンターヒット、これは覚醒から下パンからこのホード、さあ1日の展開、さあ重長選手を開幕避けていくと、下段距離からヒット下パンから、さあ距離を取るのは伊藤、バンチ連関中つながっている前走回手抜けを抜けて、さあここは走っている、うん、2人がまを返していく、さあしかし尻尾小選手レスポンスも速い、転身成功中、さあチビタリーチ、さあ配下戦線背後を取っていくのはチビタ、さあかけているケーキ、さあここは2人つなげていくと、やってないもん、さあ危ない投げの場合、さあ行かない、残りタイムは14秒、まだ時間10分、さあもさあ、さあ、バンチを連関して、草薙が発生がなくでしょう、大下に戻ってください、神はいた、タゴちゃんおら、うん、そうそう、あのタゴサクは今回は出てないですね、ちょっと、ビーズの冷圧が消えた、冷圧、冷圧感が聞き慣れない言葉だね、まあ結果的にこっちが並んでね、ここは代表者戦に出していこうと、はい、前提に何か位置の効果が見つかったんですか、何だろう、前提、はい、ラッキー、リアスが前提に変えられますよ、あー、下りにこう、下りじゃなくて、そうですね、中途半の参加勝負、参加勝負、今聞こえてくる限りの内容だとバタプレチーム代表はチリタと、チリタと、はい、ナイスノーカイで、このチームが東京エンカウントボイカブ2世、なるほど、はさあ誰か、さあヨウさんこれ見ます、あ、ありがとうありがとう、はい、はい、というわけで、ボイカズ2世が代表王様、東京エンカウントは目打ち、ガタクレはチリタと、うん、キャラクターもいい感じに分かれ、東京エンカウント代表の宮内と、なるほど、はい、今回あると代表は結構多いですね、代表、あ、そう、先ほどの優勝点もありましたし、あー、なるほどね、うん、やっぱ優勢ね、この時代にオフラインでバーチャーやってる人たちだから、やっぱある程度拮抗するんだろうね、そうですね、うん、さあ代表者戦 C ブロック、さあ抜けるのはどこか、ステージは王様ですだろうね、多分、さあこれもいい暗い投げ、そうですね、うん、ミドル速攻に対して超カウンターから投げを変えていくと、ああいい点だ、 TTT、 さあしっかりユールフレーム野党で埋めていったのは王様、あ
まあ、しかし、アンデラさん、見てましたよ、これはうまい。うん、そうそう、前に出てますね。うん、アンジュレーションの影響でやっぱり地図客が疲れやすいんだよね。はい、うん、まあ、ここもしっかり刀がすみを抜けてからその後の有利な展開を作っているのは王様、はい、ゲート調子ここはどうなるけれど天座、いいチョイスだったか、アワーやっというところになるし、まあ、しかしヤクオからにも、まあ、王様リーシさあ、宮内、ここから巻き返すことができるか。さあ、懐に入ってる猛虎後破山つむぎ、さあ、毎回しっかり確定反撃を返していくと強化補給ガード大阪の流れです。うん、さあ、いい距離を作っている。まあ、どうする。さあ、これは息が詰まる距離、基本調子、アクア調子とスタートでストレート。さあ、切りましたね。ねえ、ロイカズ2世チームが一歩リードと。ごめんよ、もうそもそも残水が出なくなったんで、どういうことなんだろうな。これはヤドルガさん、廊下じゃないですか。廊下じゃない。あれ、スト5、いや、バーチャー5とかも出るんだよ。なんで、さあ、TV だけ出ない。今、残らず情報だけで喋ると廊下になってしまうんですけど。そうか、でもしょうがない、もうあのカオケに入るだけじゃ。いやいやいや、あの時ジャイアンスイングしたかったなっていう。あのアジャストしないだけですよ、入力でね。うん、そっちの方が。そうかね。さあ、東京と。いきますか。さあ、中華さんに合う気持ちよく。全力抜けている。運動ルール。なるほど、ダブルアップ。TTP 返して、テイクダウンよりも2発で止めて、その後の展開でダブルアップ。はい、刀がすみ。ブーム戦見送っていると。そして確定反撃、重強選手カリ、さあ、ンチューレンに関しての打ち切りが目立つが、さあ、ここはしっかり有利フレーム、ご連絡で埋めていくと。そうですね。さあ、宮内の素晴らしい判断。さあ、これは浅い。さあ、ご連絡、果敢にご連絡いく。さあ、TTP と。うん、しゃがんでミドルキック。さあ、大きな大きい寄るから、さあ、もう一度リブ戦反撃蹴り喜ぶかなと。さあ、開花戦線、あ、ここもいいですね。あの、愛に当て身をするのではなくて、タッチパンドフォロー。さあ、円月芸を起こす。さあ、チミタリーチ新保翔選手、さあ、これは一気に愛がある。センターバック打ったら、ここにゲダンス。さあ、チミタの勝利。さあ、というわけで、はい、残念ながら、東京エンカウントはここで、敗退と。はい、さあ、1位を決める、最後ですね、はい、シビタ対王様。そうですね、はい、さあ、 B チーム4対1の勝利と。さあ、チミタの動きが切れている。4強制さあ、ちょっとあれは強制早い。最悪だね、ごめん。さあ、ここもさあ、竹から投げるのアプローチが、これはね、さあ、渡る、さあ、今回がさあ、肘よろせを取ってから後押し集体下段蹴りきたら、さあ、天心走行士を置いてある。まあ、バーチャスリーならではのね、投げの辛い形というか。そうですね、うん、まあ、ここも見切っている。しっかり発生反撃ここもからやけど、さあ、投げを置いてあるが、さあ、ここから天山と見切っている。サンドルストレート、ここを、なるほどね、最後放置して、はい、さあ、というわけで、Cブロックの1位は、はい、ダサクルチーム、はい、2位が、ボイカズ2世と。はい、お願いします。はい、そうですね。さあ、これで A、C、E はデトロッカーですかね、これで。ああ、なるほど、これでもう全部やりますね。じゃあ、B 強者ですね。声で実験しますか。声で、そうですね。見えないぞ、これ。ワンキーが長谷川直人、A キーが有田さん、有田明。なるほど。
はい、はい、今日唯一のラウッド、はい、危ねー、そうですね、2でなんかですね、今日はビハインドは8となるだったね、はい、こちらが唯一でアルトの対抗しますけどね、はい、もう大丈夫、もう大丈夫、はい、危ない頼むよ、シュウさん、はい、なんかチビタっぽい感じじゃない、感じじゃない、普通のリフ、ビジキャラみたいな、そうそうそう、画期的ラジオ配信、そう、はい、キングコマンと、なんだっけ、キングコブラは確かラジオでした、中野さんとのやつですか、そうそう、中野さんのモデルの方は今年亡くなったからね、マジっすか、はい、うん、もうええ年ですね、そういう人が、皆さんも、城さんも死んだと、はい、亡くなったしな、はい、アントニーの記録者が死んだし、もう、このように生きてる理由がね、まあもう、いやー、そんなことない、まあ、さあそんな僕らが喋った間、ラサキさんの場合、日本選手と、はい、すごいですね、すごい、100円ギリ、僕も思いました。100円ギリ、支援投資っていうのは入らない。意外とね、その、ね、コンビを目指すんだけど、その、大阪のトレーニングがね、すごい当たり方だったよ。今、ハンパでストレートが、ストレートが、ダイナンプをしたと。それに対して、